どうもガですお願いいたします。ということで今日も、えー、と将棋ボーズ十秒将棋やっていきましょう。ということで相手が角、えー、道を閉じてきたのでこれは振り飛車になるかなと思ったけどもまた居飛車の可能性もありますね。ただあの雁木あこれで試験飛車確定なのでまああの普通に四間、えー、飛車に対しては長<く>何にしようかな何かなどうしようか急戦でしようかなたまには急戦でいきますか。ということで、えー、と4六銀左急戦ですかね。 でやっていきましょう一応こっちは後手番なのでどうしていくかっていうとこなんですがまあもういきなりえっ、ー、と4六八金は入れずにやっていきます。銀左でここで一応次に3四歩取り込んで2四歩突き捨てて3八飛車っていうのが定石手順ですね。うん 上席通りこれは角交換をしてしまって 2> 2ま同飛車だったらこれどうするんだろうな5五銀っていう手もありそうですね。うん、で次に2四歩同歩同飛車もありますしあと2二角っていう手もありますね。でここで5七銀って引いとくと4四角とか打たれる筋があったんですがこれならすでに角打っといて。これは 2> 2えっとこれは銀を引いとくんですかね。でこれももう一回引いといて。 まあ相手としては、余裕をかくって打って、で、こっちに受けさせてから 1, 1> っていうことでやってたんですけど。三四。これは、よっとかないのか。よ <5. S 1> っといて、とりあえず、まあまあまあ、あ一しか何が残っているので。なんとかなるんじゃないか、とこで、まあ三六風で伸ばしてくるってとこもあるかもしれないですが。どうしてくるだろうか。1, 1> あ、白木ですか。まあ白とりあえず、<S 2> 2, <S えっと、今日拾っておいて、次に軽トリガンのレッサー三系ですね。1, 1> そこで二二馬って一回戻っておくと。四。 え次の二三馬が受からないんじゃないかなっていうふうに思うんですがただここで取り込むと一回ついおきますかこれこ,こで2三と取,取ると二八振って打たれちゃうのでこの瞬間であれば、えっと2三歩打ちは歩、えっと、打ちはないので3 4でも取るしかないのか同銀か同桂だと3六振って手があったので同銀で角を切らせに行く感じですか。 でここで一発日打ちたいけど角打ち角打ちあ分かんない角打ち一応桂馬拾ってえっと7四桂があるのでちょっと怖いんじゃないかっていうところなんですが一二三四五六しあ分かんない分かんない分かんないパッと見えないぞあちょっと変な手打ちたこれちょっと変ですね まあ三号降って打ってくるんですが、そこでどうしていくかっていうところですもんね。三一二三。えー、と流れと流れとしてはこうやって一三玉から三号今を狙っていく流れですか。ちょっと変だな。ですよね受かってるもんね。三一二三。ちょっとさしちょったな。六七八。まあ取り込ますか。まあ一応駒の損得的には微妙な感じですが。 いまあまあこれかくなるしかないで二号桂に対して二2二待ってやっとけばとりあえず大丈夫なんでってこと相手もすぐに行くとこっちの自陣に入ってこれる手はないはずこれは一発風打ちが効くかなで同銀に対して一、まあ、回ここもついといてで金引かせてから二二待ってやっとく感じですか。 2二ま,までいいかで次に2三二三馬から竜を取りに行くって流れですかね。で、えっと、一応歩成りもあるのかな3七歩成りは同香3六歩っていうのはあるんですがこれは一応2三馬ってやっとけば取れますの竜、ね、が取れるので,で次に同、えっと、竜同馬に4五馬ってやっとけばあの3五の銀にも狙えていくっていうところでいいんじゃないかなって感じですかね。 では成に対しては4五馬かなでそこで4四銀って打ってくるのかどうかっていうのもありますけど二三四これはまあこれは3五馬って寄っといて、えっと、2一飛車とか2二飛車とか打っていく流れですかね 1を2に1この辺の方がいいから大鶴さんのラインがちょっとあるので怖いんですけどで、受けてくれば2五馬と取っ感じですか。でシャトル手に対してはこれ何か手があれば一番分かりやすいけどすぐに手はないかな。 で次にえと4三桂とか打って7一銀を狙っていく手もあるし 2> 1, 2, 3, この手は 4, この手は 5, 6, 一旦寄っときますか。1, 1> 一応すぐ何があるってわけじゃないはずなのでここで、えっと、どう指くかっていうところになっていくんだけれども 2> 1, 2, 3, この手はちラッキーですね。4, これちょうど1一に左が。 えっと6人馬から7一銀の筋ができるのでこれは相手も結構怖くなってきたんじゃないかなって思います。一、二この角打ちは、まあ、し取っときますか。取っといて露骨に桂打って狙いに行きますかね7一銀を7一角でもありますけど。うん、で同銀同歩成同金はえっと6一竜でまずいのでかといって受ける手が難しいっていうところでそうですね。 でもこれ銀だとまあ角かな銀、まあ、どっちでもよ寄られちゃうんですけどそこでどうしていくかってところですかね一応狙いの相手の狙いとしては6七に銀をぶち込んでくる狙いがあるので取るのか取ると寄っ,っちゃうんじゃないのかなこれ一応ここに銀絡めとくっていうは<銀>ほとんど必死になってるはずなので、まあ、一応8四取れるか8四振ってつけばつまないですか。 これは4と角りがあるから取っておちょっと,パッと見ない取って歩なってど寄っとく感じですか。で銀取って同桂に欠金打って上がると危ないちょっと分かんないですねちゃんとちゃんと読んでないけど1 2 3 4 五六七これは大丈夫ですよね。<laughs> ちょっとびっくりしたその格打ちは。まあまあまあ、まあ、とりあえずこっちら飛まなきゃいい話なので。うんこれはもう二三四五これも同銀ないから次ですね。うんこれは同銀だけどずっといて上がって金で。一とか厳しい戦いをよく乗り切ったな。 ありがとうございます。ということで、感想戦に移っていきたいと思います。まあまあまあ、相手が、えっと、主権飛車っていうところで、まあ9、たまには急戦をさせていこうとこで、四六銀左急戦をさせていったんですが、これ確かここで4五歩の突き返しはないはずなんですよね。まあ普通に角とってこうやって上がっとけばいいはずなんだけど、まあ一回二四歩同歩同飛車を入れとくべきでしたかね。2四歩同飛車入れて、2三歩って打ったら下引いといて、 で,で、次に、えっと、二に角って打てば、相手も受からないんですもんね。その方が自然でしたか。本八と角打って、まあ、歩突かれて。まあ6、6四銀って出る手もあるかとは思うんですが、6四銀に四四角って打たれて、5五、4四角って打たれると、まあ、剣を跳ねるしかない。そこで3二角、三二飛車って引かれたら、角を取るしかない。で、同銀に2四歩、同歩、同飛車。手、将棋ですか。うん た七 7, 7 K 跳ねるといきなりぶった切って6五桂から積むっていう筋もあるのでそれがちょっと怖いってところでも一旦引いたんですけどもう一回突れてでこれ取るのも一緒ですもんね4四角打たれて。でこれも引いてこの角打ちはちょっと嫌でしたね。 これで寄るしかなかったのがやっぱ2四歩突き捨て入れてない効果がここにちょっと現れちゃったかなってところで寄るしかないっていうのはちょっとつらかったです。で歩真飛車浮かれてなって桂跳ねて、まあ引いて歩突きでこれ2三までいいと思ったんですけど2八歩って打たれるとちょっと嫌かなっていうのがあったのでまあまあうんまあついてきますけどこの歩はちょっと,、えー、と予定外の手になるのであんまり良くなかったかなっていうふうに思います。 まあ、歩なられて。で、同桂だと3六歩。で、6五歩だと、えっと、3七角なりから来られて、ちょっと損しちゃうので、まあ、歩道銀で。で、歩ってきたらもう一回銀引くよってことで。まあ、ここでも2五桂って跳ねる手もあったかなっていうふうに思うんですが、まあ、一応、まあ、ぶった切ってきてきました。で、ここで1五角ですね、これ、やるなら。1五角って打って、3三馬ってったとかよかったやつね。見え、手が全然見えてないな <laughs>。本番ここ角打ったんですけど、ま竜引かれて、 まあ一歩しかないんで風、まあ、連打ができないからこう打ってきましたけどまあそこで1三馬ですね。でここで一応ななんとなくこう形になりそうかなっていうところまで来たんですけどまあ普通に、うん、銀で受けられてしまってまあ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 ,まあ、まあ、この辺も普通ですかね。うんだどっかで2五桂っていう手があったかなと思うんですけど、まあしてこなかったですね。 うん、まあ普通に刺していったって感じですか。だから二五けちょっと遅かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、ここでどうせやるならもう風なってしまって同郷にもう一回3六歩って打つ方が良かったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、それから一回一発4六歩って突き捨てを入れておくのも手ですよね。うん、枯れてもっていう感じですかね。やっぱちょっとこっち悪いかなって思うので。まあ、2五桂で一応竜が取れたので、で、次にこの馬もいけたんで、 で、ここで一応、えっと、4七に取ってやるのは、まあ銀を取っといて、3六埋まってやって、5八と金に対してどう埋まってやれば堅く,くなるので、なんでここではや、まあや、やるんなら、やるなら4七銀なりだけど、それも桂馬取られちゃいますからね、難しいかなっていうところですね。まあ、こっちになってきましたけど。まあまあまあ、あとは自然に。 いいたたっってててに感じですかねでここで一応あの教師としては、えっと、4七と同金5八銀って手はあるけど全部取ってしまって6九角の時に6八玉って寄っとく手があるのでちょっと無理攻めかなっていうところで、まあ、一旦受けてきましたねただこの受ける手がちょっとこれこっちに1ちになられて次の6二馬が厳しいというところでちょっと失敗だったのかなっていうふうに思います。 は4四角って合わせてきましたけど、まあ普通に取ってしまって、この桂打ち。これかなり受けづらいですよね。7一銀が、7一銀、7一角がかなり受けづらいので、まあちょっとあのキャンセル待ちってことで、6六歩で垂らしてきました。でもこれ一応同銀でもいいとは思うんですが、ちょっと角打ってみました。で、これ、寄られたらどうしようかなっていうふうに思ってたんですよね。寄られて、あ、寄られたらいいんだ。そうませ、ね、寄られたら普通に4九、あの、六一竜で全然いいですね。 こんなこんな手も見えてない。うん。で、一応、まあ、あの、六七に打ち、ぶち込む手は、まあ、あ寄ってもいいし、って感じですね、うん。で、同金なったんで、まあ、ああの、同竜で。で、寄って、で、これ瞬間は、向こう、詰まないので、詰まないよね。うん、ので、まあ、パ普通に銀で絡めておいて。この角打ちが、ちょっと、寄ってな、寄ってくなって、もう一回上がっとくんですか。だか角、うん、その方が良かったか。うん ま取って詰まないなら取ったら取っていいんですけどこの瞬間寄っといて8九角なりに9七玉って寄っとけばまあ8八銀とか角打ったとしても詰まないですもんねその方が良かったですかねその方がより安全だったかなというふうに思いますでもまあこれでも詰まなければ全然いいんですけどねでまあ7七取って同桂で8九金って移ってくるのかなって思ったんですが まあしてこかったです、ね、だからこの角打ち打ってきてでこう取ると同竜からちょっと怖かったんですけどそうするのつまないか取ってえっと同金に同なりで9七玉って上がっとけば八八銀は同銀同竜同玉からつまないですねまあ取った方が良かったかな、まあ、寄っといてもつまないだろうってことで,で一応八八金って打ってきたら同銀の予定ですねうんちょっとつまなかったのかうんそうですね まあ、とことで、まあ、あのこに銀埋めてきたんですが、まあ、えっ、ー、と受ける手としてはもう受け,受けがないですね例えば、えー、と8四歩って突くと一旦6五角って打っといてでえっ、ー、とまあ7四の線に受け駒受けさせてから9三金同桂に1九一竜から9三竜で詰みですね。ってことはねこれで受けなしってことで、まあ、しょうがなく銀打ってきたけど清算して、うん、金までって形になりました。 はい。ということで、今回のポイントとしましては、まあ一応、4六銀左九線で行ったんですけど、ここですよね。ここでちゃんと出せばよかったけど、ちゃんと出せなかった。<laughs> まあ取れては普通。で、これも普通なはずで。ここで一旦2四歩って突き捨てを入れて、一歩交換しとくのがよかったんですね。うん。それから2二角って打った方がよかったっていう流れだと思います。はい。なんで、あの、まあ、 振り飛車に対しててやる方って今多分少なないかなって思うんですけど、結構あの振り飛車党の方も急戦してくる人が減ってるだけあって多分慣れてないってことがあると思うんで、はい、もしよろしければ試していただければと思いますというわけでここまでご視聴いただきましてありがとうございますそれでは失礼いたしますバイバイ